この訓練では想定外の敵を想定してくださいと最初に言ったのを覚えていますか？相手の実力は未知数、攻撃力も防御力も不明、あらゆる不安を抱えながら戦う者として一撃の重要性を考えながらやってみましょうとも言いました。最前線での戦いになるほど考えることは重要になってきます。常に思考を止めなければどんな局面でも柔軟に対応できるようになります。そうすれば実力以上の強敵に勝つことも難しくはありません。ですが皆さんは一撃の重要性と聞いて力任せに害虫を攻撃しただけでした。この中に攻撃の通じない新種の害虫がいるかもしれない。ほんの一瞬でも訓練の最中にそう考えて行動した人はいますか？はい、素直でよろしい。そういうわけですので課題がクリアできたチームはいません。でも大丈夫、今度は全員がクリアできるように指導します。諦めないでついてきてくださいね。さて、もう一度です。一班から稽古をつけてあげましょう。そうやって難しいことを専門家に依頼してばかりではブロッサムヒルの育成技術は衰えていくばかりになってしまいますよ。指導役が手を焼いていると聞いていろいろと用意してきましたが、みんな素直でいい子たちばかりではないですか。大勢を相手にするのは確かに大変かもしれません。ですがその大勢の中に同じ子は一人としていないのです。一人一人をちゃんと見てあげないとお互いに何のための指導なのかがわからなくなってしまう。一度団長さんの指導能力を鍛えてみてはいかがでしょう。私が団長さんに新人騎士の指導方法を教えるのです。久しぶりですし、良い機会です。明日、ウィンターローズで私と共に教育について学びましょう。大丈夫ですよ。私にとっては庭のようなものです。それにこの森はカトレアの屋敷に続いてます。私たちが踏み入ったのは屋敷がある森とは反対側の森ですが、距離を歩けば屋敷の裏手に出るようになっています。雪が深いので足元への注意は必要ですが、穴や崖はないので大丈夫です。それに万が一団長さんがはぐれたとしても私はすぐに救出に向かいます。実はこの森には多くの目印があるんですよ。オンシジュームが昔からこの森を遊び場にしていたので迷わないようにと私がつけました。団長さん、そろそろ今まで見えなかったものが見えるのではないですか？団長さん、ここで問題です。私たちはこの場所からどちらへ進めばいいでしょうか？その理由は
どうやら気づいたようですね。そうです、あの巣箱はリスや野鳥のために私が置いたもの。縦看板は森の景観を損ねるので、代わりにあの木箱に道順を書きました。あの木箱は森に入った時からずっとありました。でも団長さんは気づかなかった。なぜならずっと足元を見ていましたから。深い雪と冷たい風と変わり映えのない景色が人の視野を狭くする。柔軟な思考のない人間は戦いでも強くなれません。そして命と愛の尊さに気づけないこともあるのです。今団長さんが経験したことは、新人の騎士が初めての訓練で経験することです。それは不安です。不安だから視野が狭まり、思考が固くなる。私たち指導者はまず相手の不安を取り除いてあげることから始めます。人に何かを教えるというのは誠心誠意であること、それを伝えること。間違っても面倒だなんて口にしてはいけません。お屋敷で温かい紅茶でも飲みましょう。お久しぶりです、女王様。申し訳ありません。さすがに団長さんを連れて抜き打ちというのはどうかと思ったので。ところで女王様、オンシジュームとシンビジュームの姿が見えませんが。やはり それでは女王様もお遊びになりませんか。大人用パズルという面白いものを買ってきたのですが。今お出ししますね。黄色の列が一番早く揃えられましたね。赤がダメなら白や黒を揃えてみては。大丈夫ですよ、女王様は黄色を揃えるのがお上手です。まさか一回で完成させてしまうなんて、さすがは女王様ですね。
どうぞ目を閉じて。私たちが何時に訪ねてくるかわからないから、徹夜して待っていたのです。よほど楽しみだったのでしょう。私はこの子のために王直属の騎士を辞めたのです。地位や肩書きなどは関係ありませんでした。私はこの子の存在を知った時、一人にさせてはいけないと思った。体には触れられないけれど、心にはいつも触れていたい。いつしかそれが愛だと知りました。カトレアは私の宝です。私にとってこの子は世界の女王。